吉田道場の一番星中村和弘、日本のエース井上康生らとしのぎを削っていた柔道の実力者で、ドイツ国際大会優勝などの輝かしい実績を持つ。そんな中村は大学時代の師匠である柔道家吉田秀彦の勧めもあり、プロに転向。10月のグレイシー一族との対抗戦で持ち前の柔道技と新たに身につけた打撃のコンビネーションを武器に見事プロ初勝利を挙げた。やっぱり心強いですね、近くにいてもらえるだけで。なんか負ける気がしないっていうか、試合だけで、はい。その熱き師弟関係は随所に現れている。彼の家へ行くと、コロナの吉田さんにもらったもう汚いっすよ。この汚れた部屋には吉田からもらったものが数多く存在した。吉田さんにもらったのはこの机とか炊飯器とか靴とかもありますね、もらったの。あ、うん、もうめちゃめちゃいろんなものもらってます。師匠から柔道家としての心得だけでなく、ありとあらゆる生活品まで授かった中村。師匠のエールに応えるべく狙うは一本勝ちのみ。仮面貴族の末裔ドスカラスジュニア、マスクをかぶり空を飛ぶ運命のもとに生まれたこの男、父ドスカラス、叔父ミルマスカラスという血統ゆえ、生まれた時からこの道は決まっていた。父たちから譲られた身体能力と確かなるレスリング技術は十分すぎる強力な武器。さらに197センチ、100キロの巨体を生かし、レスリングのメキシコ代表にまでなった実力者。ミルコ戦ではプライド初のマスカーとして注目を集めたが、実力を出す間もなく敗れた。だがその実力は未知数。果たしてどんな技が繰り出されるのか、今夜明らかになる。中村和弘 VS ドスカラスジュニア。